スタラバチャンネルやで。さあ、釣り始めていきまーす。スガちゃんでーす。よろしくっていうことでね、今回の対象魚はタチウオっていうことでね、釣りの方を進めていくよ。今回はね、どんな釣り方をしていくかっていうとね、浮き釣りをね、メインに考えています。あとは、天野釣りですね。おかっぱり用の天野を使用しての、釣りとなります。ちょっとね、一旦置いといて天野のね、用意をしていこうと思います。今当たりが出てるよ。走らへん。渋いな、食い方が。どうしてもね、やっぱり魚っていうのはね、自然界に住んでる生き物なので、なかなかね、人間が思うようにね、釣れてるってね、噂でバーって広がってる時でもね、やっぱり食いしぶってる時とかもあったりします。その時のね、状況に合わせた、仕掛けをね、自分の中で、何通りかね、持っていれば持った対応できてね、釣果の方もアップすると思います。よいしょ。ちっちゃいな。でもだいたいね、鳩のアベレージサイズが3本指のタチウオ、細かったら 2.5 本指、太かったら4本指が鳩のタチウオのサイズ感ですかね。こんな感じですね。まあ2本半、3本ないぐらい、ちょっとちっちゃめのね、タチウオですね。このね、釣れてくれたタチウオはね、俗に言うね、ベルトサイズって言われるね、 2.5 本指ぐらいのタチウオのサイズでした。こんなサイズでもね、でもスーパーに行けば結構ね、高価な金額がついていますよね。これね、まあ2本目でしたけどね、まあ、針が、飲まれてると思ったらね、ほっぺたのところにね、引っかかってて、針が銀色だったんでね、ちょっと分かりにくかったんですけど、引っ張ったらね、ほっぺたがもげてしまいました。あ？なんで？別にどうもないよ。あれ、ベール開いてへんかっただけか。さっさと来いよ。この日はね、当たりが25回でね、合わせるまで発展しなかった当たりは11回、バラシが3回、釣れた、タチウオがね、11本でした。これがね、まあリザルトになるんですけども、まあこの日はね、わりかし、まあ鳩のタチウオ釣りにしては良かった方じゃないでしょうか。ちょうどね、真ん中に乗っているタチウオが 3.5 本指、これがね、この日の一番いいサイズでしたね。もっとね、太いサイズ、釣れたんですけどね、
水面から上げた時にねポチョンと落ちてしまいました。それはね4本指超えてたようなサイズ感でしたね。この動画がねいいなと思っていただけた方は高評価のグッドボタンを、Twitter、Instagram、TikTok もやってますのでよかったら見てください。あとね忘れてほしくないのがスタラバチャンネルの登録をねよろしくお願いいたします。これからもね面白い動画を、作ってアップしていきますんでね応援お願いいたします。それではまた次の動画でバイバーイ。